コモラリアルワールドエスケープのパート2やっていきます。パート2、見せれるとこまで全部見せていく。まあ Steam でね、無料で配られているゲームなので、まあこの先自分でプレイしたいなって方はぜひ Steam で敵が攻めてくるので、嫌な味方を配置して迎え撃ちましょう。まあね、あくまでもパソコン持ってない人もいるのでという気持ちで、そういう人にね、この先をお見せしたいという気持ち、その一心のみで。嘘です簡単に楽しめるゲームがここにあるんだから、これ実況するよって。やっていきましょう。まあ、基本はね、多分ね、罠を設置していけば、F ボタン、罠を設置していけば、ただね、もうちょっとお金使いすぎ、変なとこに罠作っちゃったな。上に作った、ちょっと心もとないなこれ。あと罠の数がもう限られてる、まあ、これぐらいか、ここまでですね。もう罠がない、まあ、臨機応変に行く必要があるなお金が貯まったらそれ罠を買うとか、そういう感じで、金がね、金がいる、今は金が必要だ。よし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 、金がいるんだ、金が。空飛んでない？空飛んでる気がするな。なんとかしよう。やっ、怖い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 。この飛んでるやつは何だ？当たらないな、当たらないな当たらないどころか、どんどん上がっていくね。当たった、倒せてる。当たんないな。新しいゲートが開かれました。おー、倒した。マップで確認して対応しましょう。ほほほほ、こっちとあっちかな。ちょっと上手くなったかもしれない。両方とも結局ここのところ通るんだから、まあ、この辺りに罠を仕掛けまくればいいんじゃないかな。やってみましょう。ちょっとコツをつかみつつ、金が結構がっつりたまるんで、もう罠をもう心置きなく作っていく。基本的にトゲだらけだな。まあでもトゲが一番安いんで、このモードになると切り替えがちょっと難しい、めんどくさい。こうかな、これぐらいで、まあ、ここまではトゲだらけにしといて、あ、もういかないわ、トゲだらけだ。で、大砲1個置こう、ここら辺に大砲1つ、もう1つ大砲置こう、ここにも大砲1つで、バーナーをここに、こんなもんかな。お仲間も呼ぼう、F ボタン、ポンポコさん呼んどこう。こっちは可愛い、こっちはちょっと無理がある感じになってるな。デニムも呼びたいな、デニムも呼びたい。お、向かってます、ポンポコ軍団が向かってます。シュッシュッシュッ、戦ってる。手裏剣投げてますね。うわ、でかいのがおる、怖。なんだっけあの人、キャラの名前忘れたな。ピーナッツくんのスタンプにもある。
結構ここがやばいな。ここ取ってきてるな。罠罠罠。あ、デニム呼ぼう。デニムくん呼べー。僕はデニムくん。僕の考えだ。取ってくれないか。集中。デニム強い。デニム強い。デニム頼りになる。金集めしとこう。今のうちに金集めだ。あーすごいことになってるな。今のうちデニムをおとりにして、ハハハ、何最後は、ほぼデニムの力で勝ったな。デニムくんの力で。でもデニムくんがなんかあそこ頑張りすぎたせいであんまりお金入んなかった感じがあるね。固まった。オッケー。ガチャしよう。ガチャ。は、歯並びよ。クラッゾンビちゃん。コバルト田中だ。やった。お、オレンジちゃん部長。カードを考えるか。こうやって今も持ってる手持ちのうちから、例えばコモラちゃん長を外して、ゾンビちゃんちょ、コバルト田中、オレンジ、デニム、歯並び、よしおというふうに入れることができるわけですね。こうやってデッキを組んでいく。カード合成は、カード合成どうするんだろう。あ、はあ、これとこれで、あ、ちゃんちょのレベル上がる。ちゃんちょプラスになる。じゃあちゃんちょ、ちゃんちょカード合成、これとこれでチャンチョプラスプラスが2つになった。で、この状態でチャンチョプラスチャンチョプラスでチャンチョプラスプラスに、ほう、ちょっと面白いなこれ要素的に面白いな。じゃあチャンチョプラスプラスを1枚で、コモラも、じゃあコモラさんも、コモラさんもカード合成によって強くなるのかな。で、合成、カード合成、カード合成、カード合成、コモラプラスとコモラプラスで、コモラプラスプラスと埋めていこう。あと1枚こうしようかな。はえー、面白いな。こんばんにんにポンポコだよ。ポンポコだよ。だけ高くてトラップ買えねえ。 この商品が欲しい。この商品が欲しいの。0円の買う。お金が足りないよ。ないらしい。バイバネ。はい、各種強化、時期強化、体力上げてもな。移動速度かな。ここまでか。いや、やめとこう。7000を残しとこう。次のマップで死にとうない。よし、じゃあ今日はここまでにしましょう。結構あっさりと、あっさりとステージクリアできた。ちょっとコツつかんだらこのゲーム結構いけるかもしれない。じゃあ今日はここまでにします。第2夜でした。ほなまた。